アーベル軍、数学、特に抽象大数学における、アーベル軍、アーベル軍、または、果敢群、軍、カ,カ群、軍、は、軍演算が果敢な軍、すなわちどの二つの元の席もかける順番によらず、定まる軍を言う。名称は、ノルウェーの数学者、ニールス・アーベルにちなむ。アーベル軍は、感や、体、感情の家群やベクトル空間といった、 中小大数学の概念において、その基礎となる過法に関する群、過法群としてしばしば生じる。任意の中小アーベル群についても、しばしば過法的な記法、例えば群演算は、を用いて表され、逆元は、不符号を、元の前につけることで表すが用いられ、その場合に、用語の乱用で、過法群と呼ばれることがある。また、任意のアーベル群は、整数全体のなす。 感情の家軍と見ることができ、その意味で、やはり用語の乱用だが、アーベル軍のことを家軍呼ぶこともある。一般に、家間軍はに比べて著しく用意であり、特に有限アーベル軍の構造は、ぐさに知られているが、それでも無限アーベル軍論は今なお活発な、研究領域である。集合、g に二公演算、と書くことにするが定義されていて、以下の条件。ただし、 A, B, C は G の任意のもとをすべて満たすとき、G と演算の組、G をアーベル群という。考えている演算が明らかなときは省略して単に G をアーベル群と呼ぶ。アーベル群ではしばしば演算子をと記す。このとき、単位元を霊言と呼んで霊などで表し、逆もとも A のように、不符,符号を用いて表して、マイナス元あるいは、 半数とも呼ぶ。また、A、B は、A、B と書かれ、A から B を引くという原法が定義される。このような記法を過法的な記法と呼び、対して、先に述べたような通常の群でよく使われる記法を、ノリ的な記法ということがある。アーベル群の定義を過法的に記せばのようになる。自然数と、過法的に書かれた、アーベル群の元に対しての体重類化。 N 個のオトし、と定めれば、これによりは、整数全体のなす、可換観上の家群とすることができる。実は引く、家群の概念は、アーベル群の概念と同じものと考えることができる。ュイである聖域たる上の家群としてのアーベル群に、関する諸定理は、しばしば任意のュイである聖域上の家群に関する、定理にまで一般化することができる。 その典型が有限生成アーベル群の分類定理であり、これをピロ上有限生成下群の構造定理の特別の場合と見ることができる。有限生成アーベル群の場合、この定理によりそのような任意のアーベル群がねじれ群と自由アーベル群の名を数に分解できることが保証される。その時のねじれ群は適当な素数に対する素べき数巡回群の形の 軍の有限庫の名を数であり、自由アーベル軍は無限巡回軍の有限庫のコピーの名を数になっている。アーベル軍の間の二つの軍巡動型に対し、それらの和,和で定義され、これもまた一つの軍巡動型を与える。これが巡動型となるためにの可換性は必要である。これにより、辛いの軍巡動型全体のなす集合はそれ、自身一つのアーベル軍となる。 ベクトル空間の次元のようなものとして、任意のアーベル群は、回数と呼ばれるものを持つ。整数の下方群及び、有理数の下方群は回数であり、の任意の部分群についても同様である。一般の軍の中心はの任意のもとと交換するの、元全体のなす、部分群であった。明らかに軍が果敢であるための必要十分、条件はが中心に一致することである。中心は 必ずの特性部分、アーベル群となる。中心で割った、上与群が、巡回群ならばは、アーベルである。整数全体のナス、下方群の方に関する、上与類のナス巡回群は有限アーベル群の最も、単純な例として挙げることができるが、逆に任意の有限アーベル群は適当な素数べきに、対する、この形の有限巡回の名を数に同型であり、 その時それらなおかず因子の位数は全体として1位に決定され与えられた有限アーベル群の普遍形コンプリートシステムオブインベリアンツと呼ばれる有限アーベル群の自己同型群はその普遍形によって直接的に記述することができる有限アーベル群の理論はフロベニウスとの1879年の論文に始まり後に整理され首位である聖域上の 有限性成果群にまで一般化されて、線形代数学の重要な章をなすものとなった、単位子論。素数異数の任意の群は、巡回群に同型であり、ゆえに、アーベル群である。また、異数が素数の平方であるような任意の群は、アーベル群となる。実は、任意の素数に対して、異数の群は、同型を除いてとのちょうど2種類しかない。 これは有限生成アーベル群の基本定理の特別の場合、回数の場合である。異数の巡回群がとの名をかずに同型となるための必要十分条件はとが互いに元となることである中国の常予定理。これにより任意の有限アーベル群がなる形の名をかずに同型となることが従うが、異数に関しては標準的に2種類の過程のうちのいずれかを課すことで一位に定まる。 最も単純な無限アーベル群は無限巡回群である。任意の有限生成アーベル群はの適当な個のコピーと有限個の素べき異数巡回群の名を数に分解可能なアーベル群との名を数に同型である。この場合、分解は一位ではないけれども、上記の定数は一位に定まりの回数と呼ばれる分解に現れる素数べきは全体として有限巡回。 なおかず因子すべての異数を一時的に決定する。これと対象に、一般の無限生成アーベル群の分類は、完全とはほど遠いものしか知られていないことを理解しなければならない。過剰群、任意の自然数とに対し方ほど式が常に解を持つような群は完全な特徴づけが知られている。無限アーベル群の重要なクラスの一つである。任意の過剰群は、 有利数の加法群といくつか適当な素数に対するプリューファー群を直数因子に持つ直数に同型でそれぞれの種類の直数因子の数は濃度の意味で一位に決定される。さらに言えば過助群が何らかのアーベル群の部分群となるとき輪における直数保因子を持つすなわちの適当な部分群でなるものが取れる。したがって過助群はアーベル群の権における 入社対象であり、逆に任意の入社アーベル軍は過剰である。比例過剰部分群を持たないアーベル軍は飛躍リデューストであるという。対極的な性質を持つ無限アーベル軍の重要な二つのクラスにとがある。例えば、過剰軍の章はねじれアーベル軍の過剰軍はねじれのないアーベル軍のそれぞれ例になっている。 ねじれ軍でもねじれのない軍でもないアーベル軍は、混合軍、ミックスドグループという。アーベル軍とその、最大ねじれ部分軍に対して、上用軍は、ねじれがない。しかし一般に、ねじれ部分軍はのなおかず因子とは限らない。つまりは二同型でないから、混合軍の理論は、ねじれ軍とねじれのない軍の理論を単純に合わせれば、良いという話にはならない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。